前回ね、移籍市場が開いて、まあ、グリーズマン君と、あとは、エルマス君を獲得しました。はい。前回ね、そんな新生ルークスで迎えたカップ戦。これはなんか1対0。まあ、1点しか取れなくてね、まあ、1対0で終えて、で、13日のね、エバートン戦に関してはね、まあ、これまたちゃんと新生ルークスで戦ったんですけど、1対1の引き分けということで、なんか思ってたんと違うなと。その中でね、まあ、今回、まあ、改めましてホームリーグ戦でね、またまたボーマスと、戦って、で、あとはね、この、あれかな、ボーマスに勝ったからかな、かわかんないけど、まあ、ホームカップ戦がね、1個、また進んで4回戦かな、4回戦かなんかね、イプスウィッチと、戦うのでね、これもね、しっかりやっていければなと思います。ようこしっかそ。り勝っていきた実況は私西岡明彦、解説にはい。よろ福しくお願いします。西忠さんをお迎えしています。サイドバックオーバーラップしねえと。さてビラパークで行われている物足ん試合ねえによ。動きトがラあっオレたいいようです。ね。いい動ファきン出しキーた。スペースが見いけいえけいまけいけ、もう打っていいってトラオレやん。そこで打つんこのかボレーーい。は惜しくも入りません。トラオレ持って行っダイていいレクとトか、で行見って事よにかっ切りたましたがよ。運がなかった。1対0とダメリードよ。することに成ちょ、功して簡い単まに行す。かれすぎて、かー、もう簡単は、なんか、なんかもう、ここあー、ぐちゃからぐちゃし中てる。央に向かいま危す。ないよ。キーパーのファインセーブさであ、あすりがとう。ね。さあ、ごめん、本当に、いつも。さあ、ごめんな、本当に。ちょ、今回、守備うんちだな。ウィングだった時もね、カウンターか、おいおい、ヌネここス。で取り返す。タックルが決まヌりネましス、たこういうとこあんだよね。な。自分で行こうとして取られんだよな。一番腹立つからやめろな。そういうの。ほらほここら。でボールを取り返しました。てめえ、来い、お前、おい。帰れ。そんな制裁書いてるやついらねえよ。帰れ、お前。なんで、ワンボランチ行きます。ワンボランチのフォーメーションに変えましょう。まあ、これで行こう。前半の形は変わるだけなんだけどな。危ないって。これはナイスセーブですね。体を長張ってえだボールをろ、おい。守ります。2分経ってんだろうがよ。選手を変えてきおますね。なあ。なんで51分まで試合させてんの？なあ、審判。おい。アディショナルタイム2分じゃねえの？なんで51分までやってんの？管理しっかりコーしナーろよからな。中へ。おい。惜しい場面でしたが、ここで笛ボ鳴らールせをよ、奪われまもした。う。いいだろ狙った。う。おいって。アウうェイせチームえはよ。前半もドローで折り返していまなあ。す。このアディチーショムナルのタイム得2点分って言われ力てはさ、前半無得点に終わったなんと7は分も仕試合方しなていんでしょう。の？もっ失と点止もめしらてれるいとなこあっし、たよここまな。ではよく戦えていおると思います。今シーズンのルークスゴの上ールでに根向とかかっ怪てい我ますす。るってとんでもないんよな。いいね。さあいいんリーじゃドなでい？きるいか。やシュートの先にはー。キー正パーが。直ロナウドもししばらく押し中で込まもよれかっるた時け間どが続きまね。したのノーマーで、クやってるだっサてポあいーターからつ。ひときわ大きい声援が上がっグリーていズまマン。す。あちこちゴールを奪いたいです ね。グリーズマンバリノーマークやん。ねえ。グリーズマンめちゃくちゃノーマークやったやろ、ロナウド。ナイス。ショートコーナーですそこいいね。よ。そこいいよ。サイドから空いてる空いてる、中もうを空いて狙るんじゃない？こう。れ。ありそうナイだ。ス。残り時間も少なくなってきましたネが、トか。ここ でこそうのじゃ試ない。合最初ネのゴール。ト。ずっと膠着状態がこん続ないこていとまあしたが、る？ついにゴールを奪いましたね。リいいアル時でネ間トが帯いだっなくたんなっです。たんよ。苦しいよ。ちょうど今週。先週って言うべきか。ち最ょ後うはどかな先り深週いとネトころがか怪ら我し襲たいんました。よ。あそこまでボールを持ち込まれ先たら週超え少てし今思い週ません。月曜が今。ちょうど先週の試合でネトが怪我して、来週以降離脱するだろうっていう中で、もうゲーム内ネトが決める？複雑やね。ちょっと複雑かな？4-1。ボールを前へと運んでいきます。4-1-3-2。このシ危ューないトはよ。ブロックされました。危ない、PK 危ない。おー残い！り時間はほとんどありませんでした何しが、てんだこのよ。ボールで追いつきました。おこのい。いいチーもんおムに前らのは。何かを起こす力がありますね。もういいっしかし信じて。られません。まあ、長押ししてスキップならいいよ。見届けるよ。弾かれる。ボール取り行く意識低すぎんか、ゴリンズ、おい。誰そこトコトコしてるやつ。なあ。ヌーリか、あれ。ノーリか、あれ。あ、コリンズは言ってんのか。コリンズは言ってるけど、キルマンダルだから。
サリバが言ってもいいのかな。ちょっとゴミみたいな試合してんな。何が変わったよ逆に。じゃあお前らよ、おいおいおい、チャンスが巡ってきました。危ねえな。試合終了のホイッスルです。あ、終わった終わったじゃねえよ。ドローで終えました。なんでそんなさあ普通に帰ろうとできんの。なあ、8点3を獲得できていたはずですが、意識低いよ。1点しか手に入りませんでした。なんでさ、あそこかわされてさ、ループされた後にさ、なんか何もボールも 見送らずに普通に帰ろうとしてんの。なあ、その意識がゴミだろ。なあ、意識低いってお前ら。なあ、観客は何に喜んでんの。なあ、喜べる試合じゃないだろ、6秒でお考えでも。あ、こっちの世界でネット怪我しないな、よかった、じゃないんだよ。その喜びか？俺たちさ、ようやく5位まで来てさ、プレミアリーグ5位まで来て、なんか引き分けて1個上がった。4位、まあ、週4位とか5位とか来てさ、なんで18位のボーマースに引き分けてんの？舐めるなよ。チームのなんか乱れができてるわ。言いましょう、イップスウィッチ戦。ちょ、リアルでは負けましたけど。リアルではカップ戦で負けましたけど、シップスイッチ戦行こう。めちゃくちゃ攻められたしな。いいね。やります。松井秀喜の55番。いいね、やります。まあ、さすがにな。まあ、さすがにやっぱ、まあ、相手も相手だし、ちゃんと適性があるトップ下で使ったらちゃんと結果残すな。見事な得点です。やっぱ適性あるし、使わないとあれなんだろうな。一瞬の隙を見逃しませんでした。やっぱそこもトップ下の方が生きてるしな。やっぱそこあるんだろうな。言うても赤びっくりマークじゃないとはいえど、ちゃんと適正ポジションで使ってあげることが一番なんだろうな。それ起きたらファンとしては一番悲しいもんな。グリーズマンがいい。あ、惜しい。グリーズマン、あ、これはファインプレーでしょう。まあ浮かせるとか無理か。あの瞬時なんだ無理か。ボールはラインの、ただもっと中盤でよかったんで、エルマスよりもっと中盤でよかった。なんならジェニスキとかグリーズマンいいんじゃない。何してんの、すんごい。芸術的に。あ、来た。ちょっとわかんねえ。それじゃなかったな。俺見たらそれじゃなかったわ。でもグリーズマンのこういうパフォーマンスか、あれ。ボールはキーパーの頭を越えていきました。何それ、俺が言ったらあれだったな。すぐ実践したな。まあそこでループとかは無理かって、さっき言ったらもうすぐループしたやん。グリーズマンとんでもねえわ。あ、いいね、シャンの笑顔もいいわ。ホームチームが、いや、バランスが大事なんだよな、やっぱ。文字通りゲームを、ね、危なかった。チェルシーになる前に気づいてよかった。それがうまー、エルマス、うまー。ここは副審が旗を上げて、エルマスだな、あれ。ボックス内で立ち止まっていたところに、ボールが来てしまったような感じですが。エルマスとグリーズマンが輝いてんな。これまで見てきた二人と違うわ。新戦力二人が躍動してる。オフオフ。タイミングはバッチリに見えますけどね。まさかロナウドウィング、ロナウドウィング行く、まさかウィング。あの頃のロナウド、じゃあの頃ロナウド帰ってくるよ、これ。ファン待望。ファン待望、右ウィングロナウド。見れるか、これ。BB、BBC? まさか。BBC 見れる、BBC。グリーズマン、ロナウド、ヒジャンだから。C、CGH。グリーズマンいいね。あ、いいね、いいね、いいね。あ、やっぱでもグリーズマン違うな。ストライカー使うとやっぱちゃんとそういう動きできるな。ロナウドいいね。ロナウドがあの位置まで下がってる。ここは一気に攻め込んでいくのがいいね。祖母いいよ。祖母行くしかない、これ。蹴り出しすぎじゃない、祖母。祖母蹴り出しすぎじゃない、今。うまーい。このシュートは枠に行きません。まあ、なんでその形になった。おもろ。おもろ。その形おもろ。そうはならんやろ。迷いに迷ったあげく、それ。そういいね。まあ、やっぱそうトップ下がいいね。
グリーズマン終盤でさらに相手を突き放します。10番が似合う。リードは3点です。おお。つだこれあれしか知らないんだよグリーズマン。映像が来ましたね、グリーズマンあれしか知らないからさ。ここでディフェンダーを突破し、あれとあれしか知らないから。見事な得点です。うまっ。落ち着いてるな。ちゃんと左隅決めてるやん。素晴らしいフィニッシュですね。危ないよ。試合終了のホイッスル。ホームチームが見事満員のサポーターの前で次の。ちょっと敷居高いかな。まあまだ耐えれるだろう。行くか。優勝するためにはこのクラス補強しないとな。379ね。 OK。 よろしくお願いします。フラムさん、よろしくお願いします。どうも、プレミアリーグ4位のウルバーハンプトンワンダラーズです。よろしくお願いします。まだいけるな。まだ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 3636。テンションまだ耐えるから36です。ちょうど4000万だしな。ちょうど4000万やん。ちょっとギリいいやん。ちょっとちょうど4000万ですよ。ギリいいんじゃない。おい、355やったかな。じゃあ3、もう一回35でもよかったんかな。逆にもういいよ。じゃあしゃあないよもう。完全に希望を取るというわけではありませんが。嘘つけ。もうこれでよかったんだろ。もう今の変わらんぞ。今と今もらってるカードと変わらん。希望通りでも何でもないだろう。素晴らしい。これでポルトガルオーダーに一歩近づいたな。パーリーニャ、いい選手だ。バリーニャ獲得してね、もうベンチメンバーがすごくなってます。はい。まあ、これで本当にね、新生ウルブスというか、プレミア優勝を目指すチームにね、なったかなと思います。ただ、まあ、いろいろやってね、気づいたことがあって、ちょっとね、あまりにも、個人的にはね、補強してるうちは、バランスよく取れてるかなと思ったけど、結果的にね、ちょっと適正ポジションじゃないところでプレーさせちゃったりとか、っていう、いわゆる前線がね、ちょっと多すぎて、適正ポジションじゃないところでプレーさせてしまう選手もちょっと増えちゃってね。ちょっとそこがね、悔やまれるかなと。今回ちょっとイップスウィッチ相手だったから、それでうまくいっただけ説は全然あるから、次回ね、プレミアリーグに戻って、ウエストハム、あと移籍市場閉まっちゃうから、とりあえずウエストハムやって、移籍やって、ノリッチシティかな。とりあえずウエストハムで見ましょう。ウエストハムで、やっぱ従来の形というか、黄色びっくりマークがない形でやる方がいいのかってことを、ちゃんと確認した上でね、ちょっと見てみよう。かなり豪華よ。サブがこんな強いわけないもん。ってな感じです。終わりましょう。はい。お疲れ様でした。